板倉拓造、板倉拓造、12月9日昭和38年12月23日は、日本の法学者、ジャーナリスト、新聞経営者、自事新報社長、政治家。広島県日馬郡小原村生まれ、息子は、三井銀行社長を務めた板倉常治。小原絵学校を経て1903年、慶応義塾大学政治学科卒業。 1905年恩師の福沢諭吉が創立した時事新報に入り、社説を担当。自由主義の論人を張り、福沢なき後の時事新報の論談を支えた。1907年英米仏に留学。帰国後、1910年慶応義塾大学法学部教授となる。恩岩を合わせ持つ独特の風格と深淵な学識を持って学生を魅了。 1944年退職まで国際法を講じた。傍ら、時事新報の社説担当記者を務め1923年主筆となる。関東大震災当時、大杉久氏が憲兵隊に虐殺された時、板倉はいち早く事件を暴露するとともに、軍部の責任を厳しく追及、憲兵隊の脅迫を受けたがひるまなかった。1944年、 慶応義塾大学教授を退職し名誉教授。弟子に中村貴公がいる。戦後1946年1月、時事新報を復刊、社長研修筆として、社説の筆を取り続け、日本の進度について発言。拡張高い重厚な出陣で、ローリベラリストの気概を示した。1955年、時事新報は、産経新聞と合併するが、 三経時事論説委員長として、主筆を務めて1960年同社退社。1951年、第1回新聞文化賞受賞。1946年3月22日、貴族院議員となり、格外にあって、吉田茂総理に協力し、厚遇を受けた。1963年12月23日死去。板倉拓造。 近世国際法子論、国際紛争思考、政治家子論などがある。ありがとうございます。